二足歩行するダチョウ二足歩行するロボット二足歩行とは、一部の動物に見られる二本の足でその体を支え、重心を前に移動させて前進する歩行様式。人のほか,かつての恐竜さらに、原生動物としては鳥類に二足歩行は見られる。特に人の歩き方は、体軸が垂直に立っている、下肢が直線上に伸びている、など、他の動物と異なっているので、 直立二足歩行と呼んで区別することがある。四足でのロコモーションは、四肢の動きにより、ギャロップ、トロット、ペース、ウォーク、ハーフバウンド、プロンクなどに分類されるが、二足の場合は、より単純化され、ホッピング、ランニング、ウォーキング、スキップに分けられる。ホッピングは左右の足を同時に前に出す様式である。ウォーキングとランニングは左右の足を交互に前に出す。 様式である。鳥類の場合は、分類群によって好んで選択される、ロコモーションが異なる。例えば、スズメ目やキツツキ目ではホッピングが基本となっている。人の二足、ロコモーションは、ウォーキングとランニングがあるじでホッピングは基本的に行わない。左右の足を交互に前に出す様式のうち、両足が地面から離れる時間があるのが、ランニングで人の場合は、 比較的区別しやすい。一方、鳥類は、人とは、基本的姿勢が大きく異なるため一歩の長さと速度、足の動かし方などからランニングを行っていると、見られる場合でも両足が、地面から離れる時間がない場合がある。なお、スキップは、極めて特殊な様式であり人にしか見られない。二足歩行は、三畳期の原初的な恐竜類に始まる。大型化した。 恐竜類の中には、四足歩行に戻ったものもいるが、中世代を通じて、中脚ア目に属する、肉食性の恐竜はいずれも二足歩行となり、超脚ア目のイグアノドンやハドロサウルス類も二足歩行である。ジュラキニはすでに鳥類も出現しており、恐竜絶滅後の新世代にはディアトリマフォルスラコス、などの走行性の大型肉食鳥類が出現し、日本足で、 地上をシックしながら、獲物を捕らえる生活様式に適応した。新生代末には、ディノールニスやエピオルニスのような植物食の大型種、その他クイナの仲間などの小型の走行長がいる。地上走行性の鳥類の二足歩行の理由については、進化の不可逆性で説明できる。すなわち、一度変化や退化で失われた期間は再び、現れないということで、 クジラ類が水中生活に戻ったにもかかわらずエラは再生せず、肺呼吸をしなければならない例がよく知られるが、蝶類の場合も一旦翼に変わった前足が地上性に戻っても歩行に適した形に戻ることがなく、二足歩行に適応せざるを得なかったと考えられる。新生代に入って大発展を遂げた哺乳類では人類の他には、 カンガルーの仲間が移動に際して2本足で跳躍するなどのわずかの例外を除いて二足歩行はなく、これまで発見された化石でも確認されていない。鳥類を見ると体幹と大腿部はほぼ水平で膝を屈曲させた姿勢で膝関節より縁移の節を大きく動かして歩行している。これに対して人の歩行では足の上に重心が常に乗っているわけではなく、 股関節より、縁にの節を大きく動かし、動的に安定して歩行している。ABCDEFGHIJKL 藤田、結城。鳥と人の二足歩行。化石研究会開始38号。2019年11月20日閲覧。ありがとうございます。